はい、えー。今回は投資を超小額から始める方法、最低1円10分で可能ということでですね、えー、投資が怖いという方に超小額で始める方法をお今回は見ていきたいと思います。はい。で、えー、超小額なんですけれども、まずファンズっていうのが一番あ安くてですね、1円からできるんですね。まあ、1円より安くっていうのはね、えーまあ、なかなかないということで、えー、1円からできる投資がありますっていう話なんですね。 で、えー、まあ、投資なのでですね、あの、勢いでやってしまっちゃいけません。まあ、どんなあメリットがあって、どんなリスクがあるのか、まあ、リスク面をね、しっかり知っておくことが大事です。で、えー、じゃあ、まず1円からできる投資なんですけれども、その、まあ、メリットですね。えー、メリットはどんなことがあるのかっていうと、元本以上の損失が発生しないわけです。なので、まあ、1円投資したら最悪1円損するっていうことなんですね。まあ、もちろん、お運用益は出ないんですけどね、ほとんど。えー、なので、実際は、100円、えー、1000円。 1>, 1万円ぐらいで投資するのが基本になります。はい、ですけども、まあ、安く投資できるというのがメリットでして、まあ、実際はね、本当に先ほども言いましたけど、100円以上に投資することになりますけど、まあ、言うてね、100円、1000円で投資できるというのは魅力です。であと、運用期間があらかじめ明示されていて、計画が立てやすいということで、だいたい1年ぐらいですね。 12ヶ月だったら1万円投資して12ヶ月間ただひたすら待つということになります。はい。で、その間、1年間ね、1年経つまではお金引き出すことができません。それがデメリットです。はい。という投資になっています。で、リスク面が先ほど言いましたように、今デフォルトっていうのが起こった時にですね、そのお金が返ってこないっていうか、まあ、損してしまうっていう可能性はあります。まあ僕は今のところないですけどね。はい。そういうデメリットは一応あります。 で、一応商品情報はこんな感じなんですけれども、まあ、利回りですね。3%ぐらいのものが多いです。まあ、2%から3%ぐらいのも,ものが、ああ、や、ああ、おおむね、そういうものかなと、そういう商品が多いかなと、いう商品というか、そういう案件が多いかなというふうに思います。口座解説などの費用は無料です。ただ、使用している銀行口座によって振込手数料がかかるケースがあります。ということですね。はい。まあ、この辺もね、えー、振込手数料がかからないように振り込めばあいいと思います。 でファンドの条件例とかいろいろあるんですけれども、おまあ、あの条件例見ても仕方がないというか、いろいろな案件があるので、えー、一回公式セットを見てみてください。はい、で、えー、ファンズに関してなんですけれどもお、まあデね、デメリットは2回りが大きくないです。まあ、3%って言ったら、ね、そんなに低いわけではないんですけどね。と、はいえー、いう感じですね。 ほ、えー、他の投資と何が違うんですかっていうので、まあ、1円から運用できるということと、待つだけ、ほったらかし投資ということもあるんですけど、まあ、ほったらかし投資っていうのはね、まあ、今は結構ありますから、はいえー、そういうまあ意味では、1円から投資できるっていうのが一番のメリットですね。あと、媒体が必要ないのがいいですね。もちろん投資するんですけれども、売る、売るっていう動作,が必要動作の必要がないんですね。でまあ、株とか FX も僕やってますけど、まあ、売るっていうのは結構大変なんですね。 はい、うまく売らなきゃいけないですし、えー、結構難しいと、その売るっていうのをやらなくていいっていうのは、一つメリットとしてあります。はいでえー、具体的には企業に資金を貸し付けるファンドへ投資するものですいうね、なんか、周りくどい表現になってますけれども、まあ、基本的に投資家がやることは、まあと、本当にお金を投資するだけ、あとはあ利回り付きで帰ってくるのを待つみたいな、ねえー、ことになりますね。 で、もう少し利回りの良い,い投資した方がいいですかって話なんですけれども、僕はいきなり利回りの良い,い投資をするのをお勧めしないですね。まあ利回り僕は10%ぐらいを狙ってますけど、10%って結構ハイリスク、ハイリターンなんですよね。で、あの投資の相場感を知ることってめちゃくちゃ重要で、例えば利回り10%って聞いて、これが全然ダメじゃんと思うか、すごい結構リスク取ってるねみたいな風に取られるのかで結構違うんですね。で 利回り10%ってことは100万円を投資して1年後に110万円になるってことですよね。で、1ヶ月にすると1万円もならないわけですよ、運用益は。1ヶ月8000円くらいですかね。ざっくりそんな感じだと思いますけれども。じゃあ、この数字を聞いて、全然ダメじゃんと思ってしまってると、ちょっとまずいんですよね。はい。なぜなら、利回り10%はかなりいい数字だからですよ。ハイリスク、ハイリターンで、利回り10%出したら結構すごいですよ。で、その数字を、全然ダメじゃん、稼げないじゃんみたいなね。 えー、ことを言っちゃうと、元利回りをよくしようとして、えー、ドスボにはまるってことがあるんで、えー、結構ね、利回り3%とか、利回り5%だと結構いいと思いますね、はい。そういう感じの相場感を鍛えるという意味で、えー、投資の第一歩として、少額で投資しましょうみたいなね、まあ、そういう考え方あーが、まあ、超少額投資ですね。 ズバリ運用成績どうですかってあるんですけども、まあ、この記事で書くとすごい長くなるんで、別記事で用意しました。あーまあ、小学でできるんで、1万500円投資して、まあ、0用円プラスになっているということですね。なので、本気で運用益を出すというよりは、まあ、勉強ですね。もう、はっきり言って勉強です。はい、僕の場合は、もうちょっと利回りのいい投資しますんで、えー、まあ,あ、超小学でこれ勉強して、あこんな感じか、投資やみたいなのをおな、なんですかね、知った上で、また新しい投資をしていくと。そういう位置づけですね。 この超少額投資、えー、ファンズに関してはその位置づけです。はい、でここに書いてある通りですね。はいでえーまあ、始め方は簡単で、まあ、無料で口座登録できるんで、まあやあので、ーね、よくあるネットサイトに登録するのと同じように登録するんですがいろいろ個人情報を登録したり、まあ、投資なので、ね、一応入力する箇所が多いということになっています。はいでまあ、超少額1円で始める方法投資は、ねまあ、ファンズというのがありますよと。 で、1円からできますよと。で、損失額は、まあえー、1円プラス銀行振り込みで、えー、手数料を取られた場合はまあその金額になりますよということですが、まあ、1円だと利回りが発生しないので、基本的には100円以上で始めますよということですね。100円、1000、え、円、ー、1万円ぐらいでやるのが基本ですね。まあ10万円、100万円やってもいいんですけどね。い、えーまあ、いききななりりね、僕投資でいきなり えー、結構ね、あの心理的負担のある金額ですよね、を投資するのはあんまりお勧めしないので、えー、まずは小さい金額でいいんじゃないかなというふうに思っています。はい。いろいろね、言いましたけど、やっぱり相場感利回り10%がちょっとハイリスク、ハイリターンだとか、そういうことを、ね、知るっていうのはまず大事なので、えーまあ、1本目の勉強としてね、損失の少ない金額で、リスクも少なく、まあ、勉強がてら、まあ、運用益を狙わずにね、 えー、まあ、勉強できたらいいやぐらいの感覚でやるのがこの超少学投資だと思います。はい。まあ、ぜひ、えー、頭の片隅においいて置いておいていただければなと思います。ということで今回は以上です。うん、ありがとうございました。